長年の苦労がついに報われる日が来たっち。雨の日も風の日もよく頑張ったっち。我が輩はいい部下に恵まれて幸せだっち。の苦労が醜い顔を犯罪者の面構えだっち。きっと心まで歪んでるっち。さては追放されたっちね。ひどい怪我っち。痛そうっち。やはり犯罪者だっち。どんな罪を犯したかこいつの心を覗いて直々に確かめてやるっち。シンクラッチ。すごいっち。かっこいいっち。オイラたちも音もするっち。こっから何さらって自分だけずるいっち。前から行ってみてください。これは王族だけに許された特別な技っちよ。細かいことは気にしないっち。すごいとこだっち。臨場感半端ないっち。あの醜き者の記憶のかけらっち。どれも犯罪の匂いがプンプンするっちね。ん？あの記憶なんか特にうさんくさそうっち。さすがルシファー様。次は誰だ。いい飲みっぷりっち。酒癖が悪そうな顔っち。オーブよトワニ。オーブよトワニ。ルシファーって確か大天使長と同じ名前だっち。偶然の一致っち。何やってんだお前ら。もう酔いつぶれたのか。ルシファー様、私たちいつも守ってもらってばっかりですけど、いつか必ずお役に立ってみせますからね。ああ、期待せずに待っているよ。何するんですか、ルシファー様。ずいぶん慕われてたっち。本当に犯罪者っちか。酒で酔いつぶしてから皆殺しにしたに決まってるっち。さあ次はあの記憶を見てみるっち。あいつ一人で何してるっち。どうせろくでもないことっち。おかしいな、合流地点はこの辺りのはずだが。部下とはぐれたっち。間抜けなやつだっち。あっ。
ルシファー様。ルシファー様、罠でした。待ち伏せされ。よせ、喋るな。気をつけて。本当の狙いはあなたです。どうして私を待たなかった。約束したでしょう。やっとあなたのお役に立てた。なんだっち。記憶の世界が不安定になってるっち。それ激ヤバっち。逃げるっち。待て。もたもたしてないで逃げるっち。静かに。どうして待ち伏せができた。答えろ。お前の敵は魔界だけじゃない。あんなのどうでもいいっちよ。重要なとこだっち。お前らを撃ったのは。こいつ顔はブサイクだけど心は綺麗だったっち。こいつをはめたのってひょっとして。ケテル様、おやめください。ルシファーは確かに雲の中に突っ込んだと。ルシファーをただの天使だとでも思っているのですか。すぐに大天使長たちを捜索に向かわせるのです。必ず。それが済んだらそこの壁をきれいにしておきなさい。ここは神聖な場ですからね。はい。展開を導くのはこの私です。大天使長ルシファー、お前は。我が輩はキングクロッチ、煉獄の王かっこ自称。悪いが、そなたの心の中を見せてもらったっち。趣味が悪いな。オーブを隠し持っていたのは復讐のためだっち。仲間を殺された無念は痛いほどわかるっち。だとしても復讐か。確かに初めはそれもあった。だがこれは個人の問題じゃない。奴は、ケテルは展開そのものを蝕もうとしている。だったら天使仲間に訳を話して協力してもらうっち。一人でやるなんて無茶だっち。心を覗いたのならお前も見ただろ。私の部下たちがどういう目にあったのか。もう誰も巻き込みたくないんだ。その体で行ったところで殺されるのがオチだっち。最初から自分だけ助かろうなんて思っちゃいないさ。今のお前ではこの我が輩にすら勝てないち。まあそれはそれとして、この煉獄の果てにどんな病も治す癒しの滝があるっち。そこならそなたの傷も癒えるっち。だったら早く場所を教えろ。チッチッチッ、教えたところでその体では到底たどり着けないっち。そなたの仲間を思う気持ちは我が輩にも劣らないっち。大天使長ルシファーよ、このキングクロッチが一肌脱ぐっち。クロッチライドオン。
いろんな奴らがいるっち。醜いのは何もお前だけじゃないっち。この水を浴びればたちまち全回復だっち。さあ服を脱いで水を浴びるっち。服を脱いで水を浴びるっち。服を脱いで、やっぱり天使はやばんちね。見つけましたよ、ルシさん。